国際ペットワールド専門学校動物看護師リハビリ介護学科1年 B クラス土屋清人です。下田和也です。安澤由紀です。渡辺幸福です。よろしくお願いします。お願いします。この動画は作品発表と作成メイキング動画の2本立てとなっています。最後までぜひご覧ください。皆さん、畜産動物をご存知ですか？豚、牛、鶏など肉や卵のように人の食べ物として飼育されている動物のことです。そんな畜産の現状と理想を皆さんにご紹介します。まずはじめに豚のお話です。意外と知らない豚の現状について話していきたいと思います。まずは飼育環境についてです。こちらの写真をご覧ください。これはストール飼いと呼ばれる飼育法で、豚がギリギリ入れるほどの大きさのため方向転換ができない状態でケージに入れられて飼育されていることがあります。EU 加盟国では2013年に禁止されていますが、日本では今でもこの飼育方法を採用しているところがあります。餌やりでは豚の習性として時間をかけてゆっくりと食事をとりますが、養豚場では餌を一気に与えてしまい、本来食べているはずの時間に何をしたらいいのかわからなくなり、柵を噛んだりエアー咀嚼という口に何も入っていない状態でもぐもぐしたりなどの異常行動が出ています。これらの問題を解決するには理想として放し飼いをすることが挙げられます。主に狭いケージに入っているのが母豚です。母豚が一度の出産で産む子豚は約11頭ほどで、生涯で約100頭を産みます。これは品種改良によって可能になりましたが、母豚への負担は相当なものになっています。母豚の出産前には母豚の本能で巣作りを始め、土を掘りますが、養豚場の床ではコンクリートが多いためずっと掘り続ける行動が見られます。理想としては母豚の産む数を減らすことと、巣作りできる環境をしっかり用意してあげることが大切です。続いては牛のお話です。次に牛の現状についてです。日本でのおよそ飼育頭数は約1500頭です。彼らはこのような畳1枚分のケージに入り、ほとんどの牛が畜舎で育てられています。しかし海外では放牧の飼育も行われており、放牧の方が理想の環境といえます。次に牛の食べ物では、本来の牛は干し草を食べますが、畜舎の牛は高カロリー高タンパクな配合飼料を摂取します。これにより牛の体に負担がかかり、乳房炎や胃潰瘍などを引き起こします。また濃厚なミルクを作るために子牛は人工的なミルクで育てられます。なぜなら母親の乳は赤ちゃん牛に行き渡る前に人間が取ってしまうからです。そのため柵を舐めてしまう情動行動が出ます。そして高級で柔らかい牛は人間でいうメタボ状態の牛です。出荷時期に合わせて運動をさせずに高カロリーな食事を与えて太らせることで市場で高い評価をもらえます。最後に乳牛と肉牛の体格では、肉牛の方が丸みがあるなど目的に沿った体格の変化が現れます。続いて鶏のお話です。鶏の飼育環境について知っていますか？日本での鶏の飼育の9割はバタリーケージというとても狭いケージで飼育されています。方向転換ができないため羽繕いはできず、密度も高く互いにつつき合ってしまうため、あらかじめくちばしを切っておきます。また鶏のトサカまで考慮すると必要なスペースが大きくなってしまうため、天井を低くしてトサカを折って飼育しています。鶏が卵を生涯産み終えるまでの1年半をこのスペースで過ごし、卵を産まなくなったら肉にされてしまいます。このような飼育環境では鶏に苦痛やストレスを与えてしまうため問題視されていて、バタリーケージを廃止している国もありますが、日本では対応が遅れているのが現状です。一方、飼育環境として理想なのが平飼いです。
平飼いでは鶏が自由に行動することができ、本来の鶏の習性に近い生活を送ることができます。近年は平飼いで飼育された卵がスーパーに売られているのでおすすめします。これが畜産農家と消費者のつながりであり、理解者が増えることで現状を変えていくことができます。最後に、これから私たちにできること、皆さんにしてほしいことについてお話しします。それは食べ残しを減らして動物に感謝して食べるということです。そのために買った食品はきれいに完食すること、いただきますごちそうさまを言うことを心がけていただきたいです。焼肉や食べ放題など肉を食べる行為は避けられないので、せめて最後までおいしくいただき感謝をする、そのことを当たり前の行動にしていただけると嬉しいです。以上で私たちの発表を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろ質問しない。